日チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今日は6月24日、2020年6月24日です。今日何の日かと言いますと、今乗ってるこちら、日産キックスが発表になりました。早速ではあるんですが、日産キックス、こちらの、新型キックスの試乗に行ってみたいと思います。細かい話はでは、運転しながらしていきたいと思いますので、早速行きましょう。と思ったんですが、まず運転の姿勢を設定しなきゃいけないんですけど、今回このキックス、ハンドルが上下のチルトと、そして前後のテレスコピックにも対応しております。より自分に合った楽な運転姿勢を設定することができます。これ結構私としてはポイント高いですね。で、あとこちらのミラー今見ていただきますと、はい、こちらインテリジェントルームミラー、こちらが、新型の、モニターミラーになっておりまして、車の後ろにカメラをつけて、そのカメラの映像をミラーに映すというシステム、これはこれまでもエクストレイルでしたり、セレナでしたり、今回のキックスからはこちら新型に変わりまして、これまでのインテリジェントルームミラーと比較しても、コンパクトで、なおかつこのカメラの性能が良くなりまして、暗いところでもより鮮明に見やすく変更されました。はい、では、試乗の方出発します。はい、今日あいにくちょっと小雨が降ってる、雨模様なんですが、気にせず、試乗の方していきます。まず今日試乗しているこちらの車、これが新型日産キックス、こちらの、ね、グレードは X スートンインテリアエディションとなっています。でこちらの今回のキックス、大きく2つのグレードに構成されておりまして、で標準の X グレード、そして今回乗っている X スートンインテリアエディション、この2つです。まあ、何が違うかと言いますと、まあ、見て分かる通り、インテリアがこちらブラックとオレンジのツートン仕様となっています。標準グレードの方はこういったインパネオレンジのところも、黒で統一されたグレードになっております。そして、ボディカラーがプレミアムホライゾンオレンジとピュアブラックのツートンとなっております。こちらのツートンインテリアエディション、 X ツートンインテリアエディションを選んでいただきますと、今回試乗している、オレンジと黒のツートンのようなボディカラーもツートン仕様を選ぶことができるようになっております。で、このキックス、今回のキックスはいわゆるコンパクト SUV に分類される車でして、ジュークと比べると一回り大きいサイズの SUV になりました。で搭載されているエンジン、パワートレーンが、まあ、皆様もご存知だと思います、 e パワーを今回採用しております。 e パワーというのは発電専用のエンジンと、そして走行専用のモーターを搭載した車のことです。走行時に、通常のこちら 1200cc のエンジンを搭載してまして、そのエンジンで発電を行います。ただし通常のハイブリッド車などとは違って、このエンジンはもう走行には一切使いません。発電専用で、その電気を、バッテリーに充電したり、あと直接モーターに、電気を送ったりして、走行そのものはモーターのみで行っています。この e パワーを搭載した、車として3車種目、コンパクトカーとしてはノートに続いて2車種目となるんですが、今回のキックスよりスポーティーな味付けとなっておりまして、もともと e パワー電気自動車、このモーターで走る車というのはトルクがかなり太く作られています。このモーターならではのトルクの太さはそのまま残しつつ、そしてパワーを、馬力をノートよりもさらに上げている、こういった車になりまして、きっとスポーティーな走行も楽しめるんじゃないかなと期待しております。
で今ずっとこう街中走ってきたんですけども、こう運転していて、まあ、今言ったようにこの走り出しの加速、かなりスッとスムーズに走り出せるなという印象でして、でなおかつこの e パワーの、エンジンを回すタイミング、発電をするタイミングが今回ちょっと調整をされていまして、これまでよりもよりエンジンを回す時間が短いような調整になっています。これはどういうことかと言いますと、e パワーの車は全て搭載されているバッテリーの充電容量が減ってくると、もしくはパワーをぐっと使いたい時なんかにエンジンを回して発電するわけなんですけども、そのエンジンを回すタイミングを調整して、街中などのゆっくり走っているような環境ではできる限りエンジンを回さないようにして、そのことでそれによって、まあ、エンジンの音だったりっていうのを極力感じないようにしてくれています。今こうちょっと走ってきた間でもエンジン回ってるなっていうのがあんまり感じないです。でも実際こう走っていると本当に思うのが、この車かなり乗っていて静かだなという感じで、走行中のこのロードノイズ、道路から感じる音だったりとか、あとその他にもこう周りを走ってる車の騒音なんかも、このコンパクトカークラス1500以下クラスの車としては入ってくる音少ないなというふうに感じますね。今回のキックス、足回りが強化されています。サスペンションがちょっとグレードの高いサスペンションが入っていたり、あとエンジンマウントの部分がより剛性の高い、ボディ全体の剛性が高い車になっています。それによって振動はしっかり路面の状況は感じ取れるんですが、その振動が、カタカタっとこう不快な感じにならず、しっかり車が支えてくれているなという感じが、よくわかります。ボディ剛性が高いので、まあ、こういったちょっとこう急なカーブの道を走っている時なんかもしっかりこう車を支えて車体全体が振られるような感じがなく快適に走ることができています。そして今ちょっと急な上り坂なので、そのパワーを補うためにエンジン回ってる状態なんですが、どうでしょう、結構このエンジン音が、入ってこないですね。でなおかつ今日ご覧の通り雨模様なんですが、この雨の水たまりなどを走った際のこのバシャバシャっていう水の音も車内にあんまり入ってこないですね。で今回のキックス、運転の疲れが軽減できる、そしてプロパイロットもついていて長距離の移動も怖くない、どこまでも走りに行きたくなる、そんな車です。今回の試乗、本当にこう、うちの会社の周りの短い区間をぐるっと回ってきただけなんですが、もっと走っていきたいですね。個人的にちょっと試乗車を借りてどっかにお出かけしたくなっちゃいます。今回試乗してきました日産キックス、本日6月24日発表となりました日産キックスです。福島日産の各店にて試乗車も続々配備を進めております。ぜひ一度お近くの福島日産までお越しいただいて実際にキックスご覧いただければと思います。また福日チャンネルでは明日以降もこの新型キックスについて続々動画を公開していきます。今回ほとんどご紹介しなかった車の外観について明日の動画ではじっくり見ていただきたいと思っておりますので、明日もぜひご視聴お願いします。また、今回の動画いいなと思っていただいた方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ではまた。